仏生山、仏生山は高松市中部に存在する一地区で、高松市役所仏生山出張所の管内。仏生山町一町からなる。かつては全域が香川郡仏生山町、仏生山町とて存在し、1956年9月30日に高松市に編入された。1668年、漢文8年に初代高松藩主。 松平頼重が、菩提寺として、法年寺を建てたことから、門前町として繁栄し、戦後は高松市のベッドタウンとして人口が増加した。また地区内にある仏生山駅周辺は、高松都市圏に8ある地域拠点の一つを形成する。地区は、高松市中部地域の最も南に位置し、高松平野のほぼ中央部に位置する。 人口は2010年時点で8062人、男3855人、女4207人、世帯数は3503世帯で、減少傾向にある。面積は 2.79km と、島し部を除く高松市の地区の中では、最も狭い。そのため、人口密度も1平方 km あたり2870.97人と、高い値を示している。 高松市中心部とは独立した拠点性のある市街地を有するが都市としては高松市中心部と連続したベッドタウンとしての性格がある。この地区の極端な狭さから仏生産駅を中心に広がる市街地は地区の範囲を越え隣接する多市地区の出作町にまで及んでいる。仏生産駅から東へ伸びる市道沿いと本町通り沿いに 住居や商店が集中し人口が密集しており、それ以外の地域はほとんど農地が広がるため、人口密度は希薄である。全域が高松平野の一部であるが、戦場地である高松平野の特性上、この周辺より、さぬき山脈へ向かって勾配が次第にきつくなり、南に隣接する浅野地区では、平野というより、ほぼ丘陵地を形している。 河川はないが、南部に小規模な二つの山、小山とメス山があり、それぞれ法念寺と地切神社があるため参道からの登頂が容易である。それらに挟まれる形で前池があり、西側には平池が存在する。普通生産より、高松市街中心部の学校へ自転車で通う、学生は、東高寺は、北上寺に、東から、下高寺は、南下寺に、西から、 太陽の光を浴びるため、片方の方のみが日焼けする。この現象を、不生産の片方焼けと呼ぶ。もっとも、これは、冗談の一種でもあったため、実際にこういう現象があったかは不明である。高松市編入以前は、物症残長参照を高松市の平均と比較して、第二次産業従事者、プラス0.7%の割合がやや高く、 第一次産業従事者マイナス0.7%の割合がやや低いものの産業分類全体で高松市の平均と比較的類似している。典型的な高松市郊外の地区として住宅の間を縫うように農地が点在し稲作が多く行われている。地区内に大規模な第二次産業を集中地帯はないが中小の工場が点在している。 本町通り沿いは、江戸時代から続く商店などが多いが、それ以外は、ベッドタウンという正確上住宅地が多いため、近隣商業が中心である。地区内の小学校は、私立仏生産小学校が存在し、校区には、地区内全域と多飛城町の一部を含む。中学校は、全域が隣接する多飛地区にある私立龍雲中学校の校区である。 各種学校である高松文化服装学院があったが生徒数が減少したため学校の継続運営が困難となり2014年3月18日の香川県私立学校審議会で廃止を認可する答申が決定された。また、地区内に公立の幼稚園、保育所、保育園は存在しない。太地の校名は地区内に位置する学校で、それ以外は 地区内には、位置しない学校区が地区内にかかっている学校。この地区は1956年以降高松市の一部で、あるため自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては、高松市仏生産出張所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは、公民館も兼ねていて、仏生産、コミュニティセンターとして、地域交流の中心となっている。 消防関係の施設は、地区内には存在しないが、隣接する多市地区に、高松市消防局南消防署が存在する。また地区内には、香川県農業試験場があったが、綾川町に移転し、跡地には、高松市立みんなの病院が立地している。五十音順、公共交通機関においては、こと電仏生産駅が中心で、 高松市中心部に向かう電車のすべてが発着するほか、香川町シャトルバスや、さぬきどもの国シャトルバスの発着点となっている。地区内ではそれ以外にことでバスの普生産、岩崎線や塩の江線の路線が通っているが、地区の中心よりやや西に偏っている。この地区のメインストリートは、普生産駅から本町通りに至る市道と、そこから南に延びる本町通りである。 しかし本町通りは古くから発展した門前町の表通りであり、普生山駅から東へ伸びる指導は駅の開業後に戦後の人口増加などを背景に道路計画より人口の密集が先行した地域であるため、もともと人口密度に応じた自動車の通行に十分な道幅でない。そのため交通ラッシュ時には混雑が発生し、 十分な歩道もないため歩行者の危険性は高い。かつて、福生山駅からは、高松市南部にある塩野江温泉への鉄道として、塩野江温泉鉄道が分岐し、ガソリンカーを運行していた。1938年に、高松琴平電気鉄道の前身である琴平電鉄に合併され、同社の塩野江線となったが、 日中戦争の佐中不要不急戦とみなされ1941年に廃止された。富生産駅構内の同線の跡地には富生産工場が建てられている。基本的に高松市東部の前田山にある高松局を受信する。その他、古い建物などでは岡山県玉野市近鉱山にある岡山局も受信している世帯もある。高松局を受信する場合は、 アナログ放送でも UHF アンテナ1本で全チャンネルが受信できるが、アナログ放送において岡山局を受信する場合は、UHF アンテナと VHF アンテナの2本が必要とな。なお、デジタル放送はすべて UHF アンテナ1本で済む。県外派、普通生産街道の通称で知られる、香川県道166号岩崎高松線の 地切神社に至るまでの約1 3キロメートルは本町通りと言われ、かつて歴代高松藩主が墓参りに訪れたため、おなり街道や殿様街道などとも呼ばれる。現在でもこの通り沿いの約130軒の民家や商店の中には、江戸時代から明治時代頃に建てられた古い民家が点在しており、高松市から仏生産歴史街道とし、 景観形成地区として指定されている。毎年10月に高松秋の祭り、仏生産大名行列が開催され、本町通りに大名行列が繰り出される、市長が大名役になることが多い。10月には、地切神社の周期大祭が行われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。